はい、コツの趣味部屋ようこそ。今回はね、前回のガンダムコンバージュの件ですね。ラストシューティングで本体とエフェクトの部分がね届かないっていうあれですね。はい、あれね、動画を撮った後すぐにね、お客様相談センターに問い合わせました。はい、まあいろいろとね記入する要項があったんでね、ちゃんと詳しく書いて、であとね写真と、あと私の場合は動画も一緒に添付しました。はい、そしたらね返事が返ってきましたので、その内容を今回はね公開したいと思います。まあ、とりあえずね これが、例の件のやつなんですけれども、はい、これですね、ビームライフルとこのエフェクトの部分、ここに若干こうね刺さる箇所があるんですよ。しっかりとね入って固定されるわけじゃないんですよ。若干ね溝がちょっと浅く入ってるってだけで沿わせる、刺さるんじゃなくて沿わせる感じ。まあでもちゃんとね、そういう風な出来になってるんですよ。でこちらのウェブ説明書の場合でもね、こういう説明書きがあって、で問題の箇所ですね、これですね。はいはい、ここをこうって書いてあって、はい、溝にビームライフルを沿わせてくださいってありますよね。っていうことは本当にこれちゃんとビームライフルがエフェクトに接触してないとダメなんですよ。でもね実際その完成図も横にあるんですけど、完成図刺さってないんですよ。いやどっちやねんと思ってね、これ本当どっちか分かんないよね。仕様なのか、それとも本当製造過程でのミスなのか。だからね、これなんどうなんだろうと思って、で帰ってきた回答をね早速お見せしたいと思います。こちらですね、バンダイお客様相談センターお問い合わせについてっていうやつです。はい、こうやって見ていくとね、この商品名お買い求めいただきましたのにご心配をおかけいたしまして誠に申し訳ございませんということで、で動画を拝見いたしましたが実際に確認させていただきたく存じますのでお手数おかけいたしますが、下記の住所宛に商品一式を料金受け取り人払い着払いにてお送りいただけますでしょうか。でね、弊社品質基準内と判断した場合はそのままご返却いたしますって書いてあるんですよ。でこうね、各要項があるんですよ。でお預かりの期間は担当部署にて到着確認後10日程度ですが、在庫状況などによりそれよりお時間をいただく場合がございます。いやこういうのをね見てるとね、一番気にかかるのここよ。弊社品質基準内と判断した場合はそのままご返却いたします。これさ、仕様だって言われたら完全にそのまま送り返されるよね。いやこれ送り損じゃねえかなと思うんだよね。私の他にもね、コメントで、同じ状況だっていう方がね、何人かおられたんですが、っていうことはやっぱりそういう仕様なんだと思うんですよ。っていうことは送ってもそのまま返されんじゃねえかと思ってるんですけど、どうしようかなと思ってね、めんどくさいなと思って、動画を拝見いたしましたっていうことでね、動画もちゃんと見てはもらってはいるんですが、いやそこだよね。だからここをねどういう基準で判断するかだよね。こっちではちゃんと溝にはまってるのにこっちでははまってないんですよ。だがこれどうなのっていうね。いやマジバンダイなんか腹立ってきたな。普通になんか返されそうな気がして怖い。はい、というねお客様相談センターから帰ってきた回答を見ていただきましたが、皆さんどう思いますかね、これを見て。まあバンダイのお殿様は商売ですからね、ガンダムは。何をやっても許されるみたいな状況がありますからね、普通に返されそうですね。仕様ですと言ってね。いやーなんか送るのもめんどくせえな、どうしようかなと思ってるんですけれどもね。
いや、めんどくさ、ほんとめんどくさいな。いや、もうな、またなんかいろいろ変えて梱包して送らなきゃいけないんでしょ。